www.videonews.com。 こんにちは。はい、こんにちは。今日は11月の11日、2011年11月の11日なのね。1000年に1回しかないでしょ。こういう。そうですね。エジプトのピラミッドでなんか怪異現象が起こるという噂ゆえに立ち入りが禁止されたんですよね。またなんでこうまたピラミッドとかもっともらしいものを持ってくるんでしょうね。ね、まあ111111です。552回のマルケキ N コメです。それで今日は本編はですね、世田谷区長の保坂信人さんの、事務所にお伺いして、区長就任7ヶ月目を迎えた保坂さんにですね、ちょっと区長どんな感じなのかって話を、伺いました。で、Nコメはですね、まずたまたまこれ今金曜日の夜、今9時ちょっと過ぎ、9時半ぐらいに撮ってるんですけれども、今日の8時から、1日延期になった野田総理の記者会見というのがあって、ちょっと非常にこう回りくどい言い方ではありましたが、基本的な TPP の交渉に参加することを表明したと。明日から APEC、ハワイの APEC に参加するんだけれども、その APEC の場で、TPP の交渉の参加を表明したいということで、野田総理が表明したと。じゃあまずこちら見ていただきましょう。明日から参加するホノルル APEC 首脳会合において TPP 交渉参加に向けて関係国との協議に入ることといたしました。貿易立国として今日までの繁栄を築き上げてきた我が国が現在の豊かさを次世代に引き継ぎ、活力ある社会を発展させていくためには、アジア太平洋地域の成長力を取り入れていかなければなりません。このような観点から関係各国との協議を開始し、各国が我が国に求めるものについてさらなる情報収集に努め、十分な国民的な議論を経た上で、あくまで国益の視点に立って TPP についての結論を得ていくこととしたいと思います。はい、要するにですね、TPP の交渉に参加するのではなくて、 TPP の交渉の参加に向けて関係国との協議に入るということにしたと。だから交渉に参加するんじゃなくて、交渉の参加のまたさらに外側の関係国の協議に入るという言い方で、すぐに別に交渉参加じゃないよと。で、交渉の参加についてはまだいろいろと意見もあったので、交渉参加しますとは言わないけど、交渉の参加のための協議というようなとこなんで、みんながそのちょっといろいろうるさいこと言ってたことについては、まだそこまでやるとは決めてないよっていうような言い方なんだけど、国内的な文脈で言うとそういう意味になってるんだけど、一方でね、宮台さんね、ちょっとこれは日本で聞くと意外に思われるかもしれないけど、アメリカの中ではですね、かなりその、日本が参加するってことになったことに対して意外かもしれないけど、アメリカの特に議会筋がですね、日本を無条件に入れるべきではないと。で、特にですね、これアメリカウォッチャーにしてみれば懐かしい昔の名前に出てますみたいな人たちなんですけどね、上院議員のですね、マックス・ボーカスとかですね、サンダー・レヴィン、カール・レヴィン、サンダー・レヴィン兄弟っていうのがですね、デトロイト選出の、自動車をバックにしたジャパンバッシャーで有名な人たちなんですけど、サンダー・レヴィンとかですね、それからオーリン・ハッチといったですね、非常にこう、貿易問題で日本に対して強硬論を唱えてきた人たちがですね、軒並み日本をこの、TPP の交渉に入れるのであれば、日本が自分たちの市場をちゃんと開けることを、確約するさせろと、そうじゃないなら入れるべきではないということを言ってるっていうようなニュースがですね、アメリカではドメスティックなメディアでは資金流れてるんですね。で、日本の方が読んでるようなニューヨークタイムズとかウォールストリートジャーナルとかは、ある種なんといってもインターナショナリストですから、どっちかというと日本と似たような、日本がそれに入ることによって、日本の推進派と同じような論調ですね、入ることによって日本の、貿易が
まあ、日本の、まあ、経済に大幅にプラスになるとか、まあ、いろいろそういうような書き方をしてるんだけど、一方でアメリカのドメスティックでは確かにこういう論調があって、でこれは要するに今回、まあ、関税をゼロにするするっていう話なんだけど、両方ゼロにするじゃないですか。そうするとね、アメリカのこの辺のジャパンバシャーたちの記憶、もしくはジャパンバシャーたちが訴えようとしてる相手人たちの記憶の対象っていうのはね、日本は非関税障壁がいっぱいあるんだと。で、関税ゼロにしたって結局なんだかんだ言って入れないじゃないかっていうね、非常にこう狡猾なですね、巧みな日本人がゼロに、アメリカもゼロにした、日本もゼロにした、さあったら日本のものはアメリカに入ってくるのに、日本のものはなんかいろんな複雑な流通制度とかが入れないみたいなものが、まあ実際あるのか、それともあるというような幻想をに訴えることで政治的なポイントを稼ごうとしているのかはいろいろ議論があるところだろうけど、アメリカではそういう実は論調が結構あるで、あって、要するに早い話が、交渉に参加しますって日本が言えばオートマチックに参加できる状態になっているとは限らないというような論調もあるということを踏まえると、交渉への参加の協議に入るという言い方は、一方ではそういう文脈から見るとある意味では妥当だったりするっていうこともあったりするわけ、うん、その通りで、確かにね、アメリカの方からですね、日本入れるべきではないっていう議論が出てきたりすると、恥をかくのでワンクッションを置いた表現を野田総理がしたとも言えるんですがね、うん、しかしそのジャパンバッシャーたちの議論って僕が見るところね、要は日本を TPP に入れるんであればですね、是が非でも非関税障壁をこじ開けるぞっていうですね、そうそう、そういう宣言にも聞こえるわけで、逆に大変に彼らね、当然さまざまなロビーイングをするでしょうから、で日本はまた愚かですからね、それがアメリカの一枚岩の要求だとかっていうふうに、まあ、外務省あたりが吹き上げて、あるいは経産省あたりが吹き上げてね、まあ業界全体政治含めてビビるみたいなことになりがちなのでなんか、まあ、その意味で言えばちょっと怖いですね。ある時またある空気によって報道が一斉にそっちの空気を今度放ち始める場合があるんですよね、うん、そのアメリカの日本に当たる 風当たりがすごいっていうような、なんか儀式なんか集会なんかがあって、ね、盛り上がったりしたらみんなカメラそこに行って、うん、だから若干そのなんていうのかな、メディアの報道によっても随分そのバイアスがかかっちゃうと思うんだけどね。ただこれ僕宮田さんね、面白いっていうとちょっと語弊があるんですけれども、皆さんが言ったアメリカは日本のやっぱりその非関税障壁的なもの、つまり数字には表れないような、まあアメリカから見ると意味不明のいろいろな消臭感なんだのっていうものに対して不信感を持ってるとね、あるいは持ってるというセンチメントに訴えることが政治的なポイントになると、本当に持ってるかどうかは別にしてね、まあこっちも空気みたいなところがある。一方で日本がすごく嫌がってるのは、実は単に関税を下げることではなくて、やっぱり逆に言うと日本はそういうものを守っていかなきゃいけないって言ってるものと、実は、ま、そこが実はマッチングしてんじゃないかと、ね、つまり日本はこれが絶対失ってはいけない日本の大事な、まあ、宇沢先生がおっしゃるソシャルキャピタル的なものであるというものを、逆に向こうはそう、日本はそういうのがいっぱいあってインチキだから気をつけろっていうことを言うっていうのは、同じものを全く逆側から見てるようにも見えるんですよね。まあ、ここでも扱ったね、うん、遺伝子組み換え作物についてどうするかとかね、ポストハーベストについてどうするかとかね、うん、はい、他にも医療とかメディカルの領域でさまざまな要求を突きつけてくるだろうけどどうするかとか、うん、事実上向こうからは非関税障壁に見えるものが、こちらにとってはね、安全保障だったり国民の健康のためのですね、うん、まあ、僕らから見ると合理的な措置だったりするわけでね、うんうん、でそれが今ジモさんがおっしゃったような、まあ、アメリカの空気をそれこそまあ、増幅させたかのようなね、不意調によってですね、まあ、日本国民や業界や政治家をビビらせるというようなことにね、やっぱりなりかねないからまずいなと思いますね。でもこのままだとね、結局日本でこれが、うん、参加をめぐって揉めた理由が、うん、まさにアメリカが日本を信用してない理由の、うん、と、まあ、それは ね、それは同じものをちょっと違った角度から見てるんだけど、うん、だとするとこれ結局結果的にこれまた日米のね摩擦になる可能性は非常に高いですよね。こうなるとね、日本の国内ではやっぱりそういうものが壊れることに対する警戒心っていうのがものすごくあって、それはそれで大事なものだと思うけど、今度向こうから見るとそれは
そのある意味ずるさのあられだったり抜け穴だったりするっていうちょっとでそれは何なんだ、まあ、文化の違いっていう言い方で簡単に片付けてしまう場合もあるかもしれないけどね、例えば説明ができないとか、その価値の普遍性をちゃんと訴えることができてないとか、そういう面はないんだろうかっていう思いもあるんですけどね。まさにおっしゃるようにね、まあ、日米第二次構造障壁協議に突入する可能性が高いですよね。でも第一次、つまりね、あの80年代後半の協議においてもここで加藤浩一さんをねお呼びしてお話をしたことがありますけれども、はい、あの実はその我々の側が十分にあらかじめ、まあ、言葉の武装、概念の武装をしていればね、明らかに抗えた、つまりその程度の素朴なそんなに難しくない問題だったと思うんですよね。でただそれができないのは単なるあのつまりこちらの頭が悪いという問題なのか、それともやっぱりアメリカに逆らうと怖いことがあるぞというね怯えに由来するその縮みであるのかね、僕はそれがよくわからないんですけれども、あの普通に考えればたとえ交渉が始まったとしてもですよ、つまり第二次あの日米構造障壁協議が始まったとしても本当はいろんなあの有効な立論はできるはずで、それをベースにして突っぱねることも、まあ、十分本来は可能なんです多分現実的にはできないんでしょうけど、まあね、いろんなあの、これ一度宮台さんと、何がなくなかったか丸切りやりたいと思ってるんだけど、まあ、そのメディア環境の、まあ、急激な変化っていうのがね、いわゆるマスメディアが報じているものがほとんど、まあ、アジェンダセッティングを含めて全て、決めてたところから、マスメディアの力が特に2011年になって急激に低下して、で、まあ、いろんな情報が出てくるのはいいことなんだけど、それがかなりの、まあ、一つは混乱、それからもう一つはその本当に可能なのかどうか分かんないような情報がどんどん広がる、それから何といってもそれによって最終的には対立が先鋭化するような効果っていうのをその持ってるでしょ。そこの辺はちょっと一回きちんとね分析したり整理したりしないといけないと思ってるんだけれども、だけれどもね、今回例えばアメリカはそこまで日本なんて相手にしちゃいないっていうような人、いう人が、まあ、いるんですよね。日本のマーケットを狙ってるっていうようなことでアメリカがもうこうね腕まくりして日本が入ってくるのおいでおいでしてるって言ったら、いやアメリカはそこまで日本なんても全然相手にしちゃいないっていうようなことを言う人もいると。で本当、まあ、そのそれぞれその方々は思惑があるだけじゃなくて自分の入ってくる情報もメディアを見るとそうなってるっていうことで言ってるのかもしれないんだけど、一つねあのフォーリンアフェアーズ、まあ、あのある種その国際政治 あのアメリカ国際的なアメリカあるいはアメリカの論壇としてはそこそこ権威のあるねフォーリンアフェアーズでね、ちょっと面白い表記があって、要するにアメリカは今後、中国との貿易赤字がものすごくその拡大すると、だから一方で日本とのネットをネットというのはつまりプラスマイナスをプラスに、しておくってことは非常に重要で、その意味でこのトランスパシフィックパートナーシップっていうのはやっぱ日本入れることが大事なんだっていうようなそういう論調なんですよ。イコールまあ、やっぱりアメリカが中国との貿易による赤字を埋めると、うんまあ 三国貿易ですねだから要するにアメリカがこう手綱引いて待ってるよっていう待ってるべきだということをフォーニアフェアーズは言ってるわけ、日本入れなきゃダメだって言ってるっていう意味ではね、だそこはまあ別にフォーニアフェアーズが絶対とは思わないけど、それなりにやっぱりそこはアメリカにとっても合理性のある日本のマーケットというものをこじ上げていくっていうのはね、でいずれは中国ってことになるかもしれない、まあ、当分それは中国のマーケットっていうのはアメリカ商品の輸出先としてはまだまだ当分、まあ、あれ時間がかかるでしょうからっていうようなのが一応あるということでね、まあ、ただあの反対派の話聞いてて賛成派の話聞いてて言ってどっちなんだっていう思いを持ってる方が多いと思うので、これは難しいですね。でマスメディアはほとんどなんかそういう意味ではもうあのそれを何が正しいかを理解するための助けにほとんどならないでしょうもう今、せいぜいマスメディアは両論兵器ですよね今やってもね、こっち派とこっち派呼んできてただ言わせるだけと、でそれ見たところで分かんないじゃないですか、見ててもなんかそうこの間も福山さんが出てきてモガダップ誰だったっけな、あの推進派が出てきて、一応あ福山さん推進派なのかで反対派がもう一人出てきて、あ小林浩樹かなんか出てきて反対だって言って、まあ言ってるわけですよ。であれをはっきり言ってプレゼンテーションの下手の方が間違ってるように見えるっていうような構造になっていて、あれじゃあちょっとやっぱりねメディア的には厳しいなと思ってたんですけどね、まあ、いずれにしてもでも野田さんは
今回は表明して APEC に行きます。今回の国内政治的な文脈でね、野田がここで野田総理がとりあえずやっぱり、まあ、反対をある程度乗り越えというか押し切って交渉に参加踏み切ったということについて宮田さんどう見ますか？いやもうデタラメな決定ですよね、うん、一番大事なポイントはここだと思いますよ。僕に言わせると頭の悪いエコノミストたちの多くが言っているアメリカの安い農産物を含めた安い製品が入ってくるとね、うん、購買意欲が刺激されて人々がお金を使うようになって市場が活性化する、でデフレがそれで収まりとか言ってるんですね。トヨタラスの時に聞いたような話だね、で普通に考えるとそれは逆でね、我々の側に将来不安であるとかですね、あるいは政府その他に対する信頼がその不信がですね、うん、ない場合であれば問題ないんだけれども、今は将来不安もあるしですね、その例えば円国債いろんなものの先行きについて皆さんよくわからないという状態ですよね。でそうするとじゃあ安い製品が入ってきたらバカスかバカスか買うかって言ったらそんなことはなくて、必要なものを買った後は貯蓄に回す可能性も非常に高く、あるいは一般的に言えばですよ、安いものがどん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 入ってくればですね、全体としてデフレになり、で要はその競争によってそのもののサービスの品物の値段が下方圧力を受けますよね。でその結果デフレが進む、デフレが進むとまあ、為替における購買力平価の均衡則によって円が上がる、円が上がるとその 5% のですね関税が撤廃された分なんでは一挙に吹き飛ぶ、そういうふうにしてむしろ日本製品は売れなくなる、要はそういう循環が回る可能性が僕非常に高いと思いますね。そのまあ部分だけを取って 5% 関税とか言ってますけど、安い農産物といろんなものが入ってくることでそのデフレが進行して円高がさらに進む、そんなことによる産業界全体に対する圧迫の方がはるかに恐ろしく、でそのことに気がついたところで、まあ以前紹介したスーザン・ジョージの構造的貧困そのもので、ね、もはや農業はもうすでに壊滅していて抜けられないと、抜けられないというかもうこの泥沼からは抜けられないというね、そういうことになりかねませんね、うん、まあちょっとこのAPEC でねぜひ注目してください。要するにアメリカは一見なんとか日本を引き込もうとしているっていうふうに見られていて、でまあホーリンアフェアーズなんかの、まあ、主張はそれが必要だってことなんだけど、一方で、アメリカの通商代表ね、ロン・カーク通商代表が、これは、今週ですね水曜日に議会のアメリカの連邦議会の、主要な議員にレターを出して、日本を入れるんだったらばちゃんと皆さんの承諾を取ってから入れますということを誓約していると。でこの方々たちは強硬なジャパンバッシャーたちです。さっきの人たちにその手紙を送っているということを念頭において、まあ、APEC もですね、見ていただけると、もしかしたらちょっと違った文脈も見えるのかなと、思います。まあ、これは交渉への参加のための協議ですから、まあ、じゃあその協議をちょっと見守るってことでいいんじゃないですか。ただ、まあ、TPP についてはね、それの本質が何であるかというような議論は関連番組で今週も出ると思いますけど、宇沢先生、それから中野さん、それから誰だっけ、いろんな人出たけど、あと大地の藤田さん含めて、うん、いろいろな方が意見を言ってるので、まあ、どちらかというと反対の立場から意見を言ってる、一方でまた別の立場を取ってる方々のも出てますので、まあ、いろいろと意見をご覧になってですね、ただまあ僕的にはですね、何に入ろうが入る前が今のようなグダグダ政治じゃ何もどうにもなりませんっていうようなのがどうもね、うん、問題なんではないかなというふうに個人的には思うのですが、まあこれはじゃあ引き続き、注目していきましょう。それでですね。